本土楓のお仕事ラジオ。皆さんこんにちは、本土楓です。この番組はお仕事が大好きな私が皆さんのいろんなお仕事活動を応援していくラジオ番組です。2月に入りまして、今回は第72回でございます。どうやらスタッフさんが教えてくださったんですけれども、以前のすっぽんぽんど時代と合わせますと今回が98回目だそうです。長いことやらせていただいて嬉しい限りです。ありがとうございます。そして本日2月4日は立春、暦の上では春になりましたが、まだまだ寒いですね。寒いですね。でもこの今回収録している今日というとある日は結構あったかくて、道でコーヒー買ったんですけど、ホットを買いました。はい、なんか片言ホットコーヒーを買いました。みんなブルーボトルコーヒーって知ってると思うんだけど、みんなだからめっちゃ美味しいね。なんかすごく今日時間が空いたのですよ、仕事と仕事の合間が。でブラブラショッピングとかしていたんですけど、なんだっけな、そうブルーボトルコーヒーのラテを選んだんですね。ラテ、うん、でラテでミルクをオーツミルクに変えたいですって言って、わかりました、おすすめはデカフェなんですけど、デカフェだと味の相性が結構いいですよ、どうですかって言って、カフェインが入ってないバージョンのやつで、あじゃあそれでって言って頼んだら、めちゃくちゃ美味しくって、なんかもったいなくて全然飲んでない、美味しいのになって飲んだらなくなっちゃうから悲しくて全然飲めなくて、でも飲みたいっていう、もっと通おうかなって思ってます。はい、といった最近ですが、いや最近もいろいろと発表があったり嬉しいことにねありましたけども、まずじゃあちょっと私がすごく嬉しかったお話を一つ、皆さんはインスタグラムで大西沙織さんを見ていますか？はい、そうなんですよね、私とクワちゃんは常日頃必ず見てるんですけど、なんて言うんだっけ、あれストーリー、24時間で消える大西さんのあれも必ず逃さず見るんですけど、そこで大西さんがなんだっけな、私が携わってる指先と連連というそのテレビアニメをなんて書いてたっけな、なんかたまたま見かけましたと。で多分大西さんのことだから、こう声優とかは確認せずに楽しむんですよ最初で。普通に見てあまりにも良くてキュンキュンしたみたいな胸を書かれていた時があって、それを見て私は、私は出てるよ、私も出てるよ、見てくれたんだって思ったけど、でも大西さんはもう作品として楽しんでるから、まあ直接はお会いすることがあったら言おうかなって思うぐらいで、特別ね私の方から見ましたよ、出てますよっていうのはちょっと今は言わないでいるっていうとこだったんですが、まあそっから大西さんとお会いするタイミングは今んとこなかったんですけど、ただ弊社アイメンタープライズにリリンリリンって中事務所の中入ると、なんかまあ今までのこう先輩方含めいろんなこうポスターが貼られてるんですけど、指先と連連のあのビジュアルのあのポスターもいただいておりまして、事務所に飾っていただいてるんですけど、なんかそうキャラクター、メインキャラクターがねみんなまあ立ったり座ったりしてるんですが、なんかそのキャラクターの体のあたりにサインが結構あって、何個あったっけな、 1,2,3 個あったかな、うん、サイン3つあって、ほうもうじゃあ弊社の声優はサインしたんだと思ってよく見たら、なんか弊社で他に出てるのは本土以外だと大志役の、大塚武雄くんしかいなくて、はい、にしてはサインが多くて、これなんだこれ、あわざわざ来てくださったのかな、いつおみ役の方宮崎優さんとか思ってよく見たら全然違くて、その宮崎優くんさんの演じてるいつおみっていう、まあ、男の子、かっこいい男の子のとこに書いてあるサインよく見たら、見たことあって、あれは大西沙織さんのサインだったで大西さんがいつおみとこにサイン書いて、いつおみ LOVE ハートって書いててめちゃくちゃ好きじゃんと思ってで、なんかで多分滝尾くんは滝尾くんでこう自分の役のとこに多分書いてて、なんか多分ノリで大志ラブみたいなこと書いてて、絶対言わなさそうなのに書いてて、でもう一個大阪さんが演じられてる私本堂を演じるりんちゃんが
ラブを向けてるあのキャラクター氷屋さんっていう年上の男性がいるんですけど、そこにもサインがあって、それだけはあんまり見たことがないサインで、すごいなんか野球選手みたいなかっこいい渋いサインで、これ誰ですかって聞いたら、あのうちのすごいあのいかついあのがたいのいいパイセンでした、男性の。なんで書いてるのって、でなんかラブみたいに書いてて、いやみたいな、これ絶対この3人でいる時にその話題になってみんな同じノリでやったんでしょうと思って、で私はあの自分演じるそのりんちゃんのとこに帰れってこうサイン書いて、で矢印でその京也さんの方指さして、私の方がもっとラブみたいな書いて、今非常に弊社のあのポスターはカオスです。はい、多分大西さんから始まったんじゃないかな、あのノリはって思ってます。平和です。はい、でございますね。まあ他にもお仕事面だと、お便りきっかけ以外のとこ先に言うと、公開になりましたね、発表の中国アニメとして、非常に話題で人気ということで、龍族、ザ・ブレイジングダウンというアニメーションの日本語吹き替え版で担当させていただくこととなりました。嬉しいね。はい、メインキャスト3名が公開になっておりまして、村瀬歩夢さん、山下大輝さん、本堂楓さん、3人でございます。そうですね、 PV も公開されて収録も始まっているんですけど、あ、吹き替えってこんな感じなんだって、こうがっつりやるのが、がっつりは初めてなのですごい学びながら、ただしなんかアニメーションっていうところもあったり、もともともやっぱ中国では放送とかも展開がされているので出来上がっているっていうところもあって、結構どちらかというと多分アニメ寄りの収録に近いのかななんていうお芝居なんですけど、まあこちらも4月放送開始ということで楽しみにしててください。はい、メールにします。はい、ラジオネームのきやさんからいただきました、ありがとうございます。れちゃんお疲れ様です。お疲れ様です。先日開催されたブルアカフェス3周年イベント拝見させていただきました、ありがとうございます。れちゃんのブルアカ公式初登壇ということで、ひふみちゃんのお話を聞けるのは楽しみにしてました、ありがとうございます。ネタバレありで聞けるエデン条約のお話はやっぱり盛り上がりますね。そしてあははと生の声で笑うひふみちゃんがそこにいて心がギュンとなりました。あっという間の時間でまだまだいろんなお話が聞きたかったので、またステージや配信でのゲスト楽しみに待ってますね。これからもブルアカ楽しんでいきましょう。それでは PS、 登壇した瞬間に遠くのペロロ様を発見して喜ぶエーレちゃんがさすがすぎました、ということで iPhone から送信、ありがとうございます。はい、ブルアカっていうステージは確かに初めてだったかもだけど、いつだっけな、去年ワンフェスで一度お邪魔しましたね、まあ、イベントというか配信というかそういう場では。でもね、こうエデン条約っていう、まあそのひふみちゃん、アジタニひふみちゃんが、まあとてもとても頑張っているお話があって、そこの話がちゃんとできたのっていうのはすごく私としても嬉しかったし、他に登壇されてる方もたくさんいたんですけど、その中でも種田梨沙さんっていう、まあそのエデン条約の中ですごく大切な関わりのあるキャラクターを演じる方が隣にいたりして、いやー、でね、本当にこのブルアカフェス規模がすごい、やっぱりすごくて、なんかもうお客様がめちゃくちゃもう目の前にいて溢れちゃうぐらいたくさんの人が聞いてくれていて、で皆さんの反応もね、一緒になんかあの時苦しかったねなんて言うと、みんなうーんってこうなんか表情ですごい返してくれてね、配信の向こうの皆さんもそうだったと思いますが、本当にね楽しかったですし、ブルアカってね結構話重いよね。はい、だいぶ見た目とのギャップがあるコンテンツでね、沼りますよね、本当にそう思いました。はい、皆様も来てくださって見てくれてありがとうございました。これからも楽しんでください。
続きまして、お仕事ネームカミムーさんからいただきました。ありがとうございます。えーれちゃん、お仕事お疲れ様です。お疲れ様です。ついに部下チューブ公式 YouTube チャンネルにて小沢さんとの可愛くなりたいの歌ってみた動画が公開されましたね。以前イベント内で、小沢さんとの企画が進行していると聞いてからとっても楽しみに待っていたのですが、まさか歌ってみた動画だったとは思わずとても驚きました。お二人の可愛らしい手書きイラストと素晴らしい歌声に心癒されました。そこでこの動画を作る際の裏話などがあればぜひ聞かせてほしいです。改めまして最高の動画を本当にありがとうございました。わ、そう言っていただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、小沢ありちゃんと歌ってみたをやらせていただきまして、そうね、最初はこれはアリちゃんがそもそもこう歌ってみたに挑戦してみたいんだって話をしていて、でやっぱこうでもハードル、みんなこうどこで撮るとかどんな風に作るとか、まあ、人によってはね歌を前向きにやりたいかどうかとかあるから悩んでるんだって話をしてて、そしたら私がぜひって、私でよかったらやりたいって言って、そこからね一気に選曲などなどしたんですけど、でお互いそのハニワさん、ハニワークスさんの楽曲って素敵だよねとか、そのボカロっていいよねとか、そういう世代だったから、じゃあこれにしようって言ってこの曲に決まり、でもねこれは本当にねアリちゃんたちのおかげです。アリちゃんたちの小沢家の小沢家とさせてください、あのの皆様のおかげでこのような素晴らしいあの応答の制作となりました。あの私は一応家にマイクあるっちゃあるけど、でもそれをなんか収録として使ったことはあんまりないし、あとなんかその実際に自分歌ってみたっていうのをやったことがなかったから、やり方も分からなくて、全部はいあちら側の皆様に本当にプロだからね助けていただきまして感謝しかありません、本当に。でね、そうあの本当に可愛いイラストをアリちゃんが描いてくれまして、一応なんか2人でいろいろ協力して描いたとあのありましたけれども、もうあれはなんて言うんでしょう、アリちゃんの優しさですね。 99% アリちゃんです本当にあの動画でさ、こうキャラクターそのが2人いて、本土とアリちゃんのキャラがいて動いてるんだけど、あれは全部アリちゃんが描いてくれて、色も塗って動かしてくれて、動画として編集もして、アップもしてくれました。私は合間に出てくる、リップとか鏡とかの小物を描いて、献上いたしました。でそれを全部使ってくれたのもアリちゃんです。素晴らしい。いやでもそうね、だから結構アリちゃんと、まあ、あの見てもらいながら一緒にまあ収録レコーディングをしたんですけど、そう本当に今でも分からなくて、自分としての歌って どれなんだろうっていう、キャラクターじゃない歌でも、だからキャラクターじゃない歌かと思って自分なりにやってみようと思って一回持ってったやつで歌ってみたら、いやほんとちゃん可愛くなりたいだからもうちょっと可愛くしようって話にとって、ああそうだよねって、ごめんごめん、確かに自分って思ってたけど、まあ、確かに可愛くなりたいだから OK、 じゃあそこはなんかもうなキャラとかじゃないけど自分の中でオリジナルでキャラクターを想像してやったらいいのかなっていう解釈にして今回はやってみたので、未だにだから本土としての歌声がどれなのかがわからないです。教えて教えてください。でも本当にね素晴らしい動画になりました。小沢ありちゃんありがとうございます。すごく素敵な歌声、になっておりますので、ぜひ皆さん YouTube でご覧ください。よろしくお願いします。続きまして、こちら推しネーム BMM さんからいただきました。ありがとうございます。でちゃんお仕事お疲れ様です。お疲れ様です。ワンピース見ました。あーす、はい、オープニングです。ついにアトラスちゃんが登場しましたね。あーっす。可愛いお声、ビジュアルとは裏腹に某
アトラス、らしさ全開の厚さがありましたね。うんうん、また違ったエレちゃんの声質だなと感じましたが、演じるにあたって意識したことなどあればお聞きしたいです。僕も小さい頃から見ているあのワンピースにエレちゃんがご出演され、なんだかとっても嬉しかったです。うん、たくさんの人にエレちゃんのことをもっともっと知ってもらえるのも嬉しいですね。初回の収録現場はどんな感じでしたか？感想などなどぜひお聞きしたいですとのことでした。ありがとうございます。もう見てくれましたか、ワンピース？はい、私もしっかりとテレビでも見ましたし、その後、公式さんで出されているアーカイブの方でも、あと配信も見たし、なんかすごい見てます。はい、私親にもこれで見られるからって言ってね、はい、配信先送ったりとかしてるんですけど、そうね、アトラスは、まあ、オーディションがもちろんあったんですけれども、そうね、オーディションの時はその見た目、まあ、サイズ感はめっちゃでかいんだけど置いといて、見た目結構可愛い女の子みたいな、なんかチョッパーさんも女の子みたいなこと言ってて、なんかその性別的には女の子っぽく見えるけど行動が結構激しい、テヤンデイみたいな、だからオーディションの時から、あ、これどっちに寄った方がいいのかなっていうのはすごくマネージャーさんと相談して、ご縁あったらいいけどなって、でもなんかとてもワンピースのね、オーディションにご縁があるなんてなかなか思えない、思いたいんだけど、すごいいいじゃない、だって1000何話今1090、いやもう1100いくみたいな時だから、そうだから、まあそうね、そういう風にまあもともと作っては悩んでいたんだけど、ご縁いただいて、そうね、最初の収録とかっていう時はまあせーので撮るわけではない時もあると思うんですけど、そうね、やっぱ初回はまあ初回初登場からアトラスらしさ全開だったと思うんですけど、そのギャップってのは結構欲しいっていうお話とかをいただいて、そのスイッチが入って、そのまあホログラムとされるその怪獣とかにパンチを繰り出しに空へビューンと行く時とかはもう本当にドスを聞かせたり、オラーって感じを出したり、ただその他、まあ、怒り以外の感情、基本棒だから怒りとかが多いんだけど、それ以外の感情の時とかはなんかちっちゃい女の子っぽい感じで可愛らしさはありつつ、ちょっとチャキチャキしてるところもあってほしいなとか、結構そういうギャップっていう面は、一緒に作らせていただきましたね。はい、っていう感じでしょうかね。でももちろんその初回の収録以外もまあ話数によって登場する中で、その時の演出の方々に今回はこんな感じでやってみましょうとか、いろいろね、ご指南ご指導いただきまして、はい、やらせていただきましたね。なんかそう、普段キャラクター演じるにあたってとっても声を作るっていうことは少ないんですよね。私おそらく数人作ってる子はいるんですけど、まあアトラスはまた作ってる側ということで、これからもねきっと長い付き合いになると思いますので、しっかりと、彼彼女のことをね、向き合って理解できればいいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、続きまして、お仕事ネーム赤べこさんからいただきました。ありがとうございます。エーレちゃん、お仕事お疲れ様です。お疲れ様です。私は風邪をこじらせて、おー、ギランバレーという病気で今、物が二重に見えます。かなりの恐怖の中、エーレちゃんの声や、同担の方々のポストに励まされてます。声や言葉でこれだけ元気を与えられるエーレちゃん、素敵ですね。エーレちゃんは辛い時励みになる格言や音楽などありますか？少し励ましていただけたら嬉しいですということで、おびゃー、お大事に。そう、こちらね、私もあまり詳しくなくてちょっと調べてみたりしたんですけど、なかなかちょっと大変そうだなっていうところでね、そうね、本当にお大事にとしか今はね、言えない。私何ができるのかな。でもそうね、なんか私の言葉だったり声だったりで元気になってね、少しでもね心が元気になっていただけるなら幸いでございますよ。赤べこ、元気出して。はい、どうだ、
嬉しいか。普段はね、なんかあんまみんなに差をつけないようにした方がいいと思うけど、いいよね、アカメコ頑張れよ。おお、そうね。でも私は普段そうだな、辛い時、まああるよね、いろんな気持ちになる時あるよね。うん、なんだろう、励みになる格言、格言はないかもしれない。格言でもよく思い出すのは、デミちゃんは語りたいっていうアニメが、漫画アニメがあって、そこであの高梨光っていうヴァンパイアの女の子を昔演じたんですけど、その子が言った言葉が大好きで、頑張るにやりすぎなんてないっていう言葉があって、ちょっとまあ方向性は違うかもしれないけど、なんかそういう言葉を、まあ、なんか何かこう、ってあった時とかは時々思い出して、そうだよなって、やりいい意味でやりすぎる分には悪いことじゃないんだとか言い聞かせたりする時もありますし、あのマジで辛かった時期はめちゃくちゃ江ノ島に私は行きました。あの私の場合はその心のことだから、またね、気晴らしみたいなことになっちゃうけど、一時期は江ノ島に死ぬほど通ってた。はい、ですね、はい。あとはそうだな、なんか最近あの いろんな人でこう音楽を持ち寄って一人10曲で聴かせ合うみたいな、なんか私の中ではパリピみたいなことなんですけど、これってパリピじゃないと思うんだけど、をして、そこでおこの曲こんな面白いんだって思った曲があって、ちょっとそれを伝えてもいいですか。もうみんな知ってると思うんだけど、クリーピーナッツさんの、これなんていうのかな、ブリンブリンブリンボンみたいな、あのアニメーション、あの上様が出てるさ、上様が金髪で赤いリボンのマッシュル、マッシュルの、多分オープンエンドのどっちかで、確かに CM で見たことがあって、でそれをそのパリピみたいな時ことした時に、それを持ってきた人がいて、こんないい曲だったんだというか、やっぱ声も素晴らしいし、なんか元気が出るなって、リズムが良くて思ったからこれ聞いたり、あとはHow many、 あ、また英語だ、 How many Boogie みたいな、 How many Boogie、 これなんか頭がおはようございますから始まる曲で、これは完全に初めてその時聞いたんだけど、なんか元気が出た、ラップみたいな感じでね。そう、いや本当にあのどちらもリズムのすごく心地よくてテンションを上げさせてくれる楽曲でした。なので結構最近これを推し以外では聞いていて、こうやってプレイリストにねしたりはしていますね。はい、ですね、ブリンバンバンボン、ブリンバンバンボン、あ、確かに歌詞そんな感じかも。そして、How many boogie、ブギー、あ、ブギーって言うんだ。はい、皆さん、特に赤べこさん、ブリーンバンバンボンとハウメニブギーを聞いてみてくれよな。はい、以上ということで、ふつおたご紹介させていただきました。皆さんたくさんありがとうございます。本土楓のお仕事ラジオ、今日のコーナーはこちら、お仕事の流儀。はい、皆さんがなりわいとしているお仕事のテクニックやコツなど、独自のお仕事の流儀を教えてもらうコーナーです。では早速ご紹介いたしましょう。まずはラジオネーム星空のガーディアン皇帝さんからいただきました、ありがとうございます。お仕事の流儀、ジム通いは趣味ではなくお仕事。おー、エールちゃん、こんにちぽん、こんにちぽん。私は最低週2回ジム通いをしていますが、趣味でトレーニングしているというより仕事のためにトレーニングしている感じです。というのも私は体育教師をしているため、そうだったの、授業では手本を見せたり、時には一緒に運動をしたりしていますが、いつまでもビシッとした手本を見せたり、彼らに負けずに体を動かせたりできるよう、これからもジム通い頑張ります。それではまた。あ、去っていきました。あ、いなくなりました。あ、はい、どっか行っちゃいました。はい、それではまた。
わー、皇帝さんは先生だったんだし。そっかそっか、それは仕事だね。確かにね。でもいいね、めちゃめちゃ健康でいられそうですね、こんな風に、体を動かせるっていうのはね。仕事もあるとは思いますけども、でもプラスね、ジム通い最低週2回ってあまりにも素晴らしくないですか。最低1回じゃないんだ、週2回以上だから、いやー尊敬でございますね。はい、ということで皆さんもね、なんか確かに続けたいこととかやりたいことをちょっと何かもっとやらねばならないみたいなものに紐づけるとね、この方のようになんか続けやすくなるんじゃないでしょうか。達成感もね得られそうだなと思いました。私で言うデュオリンゴかな仕事そう、まあね、確かにね、そう、吹き替えとかもあるからね、何語を勉強するもいいことですからね。そう、そうよ、デュオリンゴね、2週間以上続いてるからすごいよ。あれ、デュオリンゴの緑の鳥めっちゃね、こっち見てくるの。あのウィジェットに登録したら、今日はまだやらないんですかってチラ見して、だんだん時間経つとゴゴゴゴゴゴみたいな顔でやるよねみたいな、でそれで通知ポーンってくるとかあるからね。はい、皆さん一緒に頑張りましょう。素敵ですね、体には気をつけて頑張ってください。続きまして、ラジオネーム秋花粉を許さないさんからいただきましたありがとうございます。お仕事の流儀、リズミカルタイピング。おー、本田さん、こんにちは。こんにちは。僕は仕事でパソコンを使うのですが、気が進まない仕事をするときはせめて少しでも楽しく仕事をするためにパチーンとエンターキーを叩いてみたり、できるだけ早く文字を打ってみたり、いろいろリズムに変化をつけてタイピングするようにしています。過去、もちろんタイピングの音が周りの迷惑にならないようには気をつけています。とても小さなことなんですが、少しでも楽しく仕事ができるようにいろいろ工夫をすることは意外と大事なのかなと思っています、ですって。秋花粉を許さないさん、名前で止まってますね私未だにそっか、大変なんだなと思いました。春は大丈夫ですか？はい、なるほどね。パソコンか。普段私は逆にパソコンよりボールペンとかもしくは iPad を使うことが多いけども、パソコンを使うときはちょっと意識してみようかな。カタ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 パチン楽しそうですね。あー、確かにね、自分の中でこう自分のやる気を出すというか、やる気っていうと大変だからこそ、やっぱこうこの方のように楽しくする、楽しくできるようにするっていうのはめちゃめちゃいいことですね。苦しくもなさそうだし、器用ですよね。自分で自分の機嫌を取るっていうのは大事だって言いますしね。すごく見習いたいと思いました。じゃあ私は台本チェックするときに台本のインクのノリを良くすることを意識するとか。違うみたいです。続きまして、本堂氏ネームジェーバーさんからいただきました。ありがとうございます。お仕事の流儀、夜勤上等、しっかり食べろ。おお、おす本田さん、お仕事お疲れ様です。お疲れ様です。私が勤めている建設会社では、新築工事の他に改修工事もやることがあります。小規模な改修ですと立ち入り禁止といった措置は取りにくいので、昼間建物を使っていた人たちが帰った後に夜勤で仕上げていくことになります。なるほどね、昼間普通に働いた後その足で夜勤に行くのが一番体に応えるパターンですが、そんな時私はとにかくたくさん食べることを意識しています。うん、眠気を抑えるのは夜勤特有のアドレナリンでなんとかします。ただエネルギーの絶対量がなくてはどうしようもありません。夜勤がある日は昼間から計算して普段よりも1食分多く食べるようにしています。以前本土さんが23時入りの仕事があったとおっしゃっているのを聞いて、自分と似たようなスケジュールで動いているなと感じました。早朝収録の話も聞きますし、タイトな日程の時に本土さんが意識していることも伺いたいです、とのことでした。ありがとうございます。ひえ、大変だね。なんかまあね、改修工事とかそのなんだろうな、建設とか建築っていうのは自分自身の頭もそうだけど体もすごくね、筋力とか体力も使いそうだなと思いましたけど、すごい、昼間普通に働いた後にそのまま夜勤に行ったりするんだ。いやー、めちゃめちゃ大変そうとすごく感じましたけど、
そうやってこうなんだろうな、昼間と同じように続きも夜も働くって時はしっかりその分一食多く食べるっていうのはいいですね。すごく素敵だと思いました。エネルギーないと動けませんし。そうね、でもね、チェバーさん、本土さんがその23時入りの仕事があったとかっていうのは私にとっては結構稀で、23時入りって何の仕事だろう、生放送とかかな多分ね、おそらくそんなような気がするけど、もしくは早朝収録とかってなると、例えばロケとか、収録かイベントとかそういったものだとね、結構時間が変わってきたりはしますが、意識していること、とにかく朝だけは起きる以上あとはでもね、あとはそうね、移動時間余裕があればなんかちゃんと食べたいよね。ただ食べ過ぎると私声が出づらくなる時があるから、よりはちょっとお腹空いて、まあ、お腹が鳴らない程度に腹を空かせて、こう目をキリッとギラッとさせておくのが自分の中でベストなので、そこは未だに探ってますね。食べることでお腹鳴る時もあるから、すごい難しいなって思っていますけど、ぜひ体には気をつけてしっかり食べて頑張ってください。はい、というわけでたくさんの流儀読ませていただきました。皆様どうもありがとうございました。以上、お仕事の流儀でした。さて、そろそろお別れの時間となってしまいました。皆様にここで一つ大切なお知らせです。とじのみこ放映開始5周年突破記念ポップアップショップが開催中です。みんなびっくりしたでしょう。なんだろうって思ったら、とじのみこかい。いや、すごいのよ。だってとじのみこは、まあ、アニメーションがその放映開始から5周年っていうタイミングで、で、まあ、アプリゲーム今は、まあ、やっておりませんし、別にイベントが何か動いてるわけでもラジオがあるわけでもないのに、放送から5年経ったね、ポップアップショップやろうって動いてくださる人たちがいるんですよ。そしているってことは、そこに来てくれる皆さんがいるわけですよね。しかも書き下ろしなんだよね今回。今回のポップアップショップでは、とじのみこのキャラクター原案静間義則さんによって描かれたイラスト新規書き下ろし服務を使用した商品を多数販売いたします。さらにお買い上げ特典や新規入会特典も ご用意しております。皆様のご来店を心よりお待ちしております。丸井さんか、そうだ、入会ってそういうことか。これは横浜でやってます。マルイシティ横浜さんでやっておりまして、これね、今言う理由っていうのは2月12日月曜祝日までの開催でございますので、ちょっとね、ぜひ祝わせてくれということで祝わさせていただきました。ありがとうございます。はい、こちらね、素晴らしいね、本当にめちゃめちゃ可愛いです。はい、懐かしいイラストもありますね。懐かしいイラストも何個かありますよね。もちろん新規のイラストもありつつね、しかもアクスタとかね、今やね、なかなか手に入るところってね、少ないと思いますので、皆さんお互いに悔いのないように楽しみ尽くしましょう。はい、以上お知らせでした。さあ皆さん、お便りの宛先こちらです。pon@seigura.com pon@seigura.com。 YouTube でご視聴してくださってる皆さんはチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。ということで、また再来週お会いいたしましょう。さようなら。